まさかの事態が起こりました。え、マジでそんなことある？え、マジで俺やで。この俺が？ありえなくない？オスジョーです。今めっちゃはっきり言ったな。オスジョーです。あのいつもなんかオスジョーですとか言って言うから、あの初めの挨拶が何なんですかってコメント欄で結構来てたりとかするね。最近ジョーブログのワールドに参入してくれた人からしたらちょっとわからんらしいんだけど、オスジョーですって言ってます。前回ポリープを摘出する1泊2日の手術の入院生活を上げさせてもらいましたけども、多分驚いたと思うで。え、まさかジョーだと。だって俺風邪ひくん5年に1回やで。前回風邪ひいたんいつかわかる？俺マジで次風邪ひいた速攻動画にしようと思ってんねんけど、マジで風邪ひいてなくて、前回風邪ひいたんがアフリカ縦断の時だから、あれ6年前とか7年前とかだから、5年に1回風邪ひくって言ってても、もう更新しちゃってんねん、ずっとずっと。だからもう多分6、7年俺風邪ひいてない状態やねんで。何食べても何食べても体調不良起こしません。二日酔いは起きるけど、結構飲みすぎたりとかして。そんな俺がな、いきなり、まあ人間ドック。あの、坂田恵子と俺と、あとレディゴの料理長のおっちゃんと、で、チンヤで人間ドック行きます。あの時は坂田恵子がやっぱりな、あの、アル中で、なんかその辺言わしてんちゃうかっていうので連れて行くとか、まあおっちゃんもおっちゃんで、まあまあまあの年やしっていうのでな。まあ俺は全然まだまだ若いと思うよ。おっちゃんからしたらまだまだ若いと思う。まあでも定期検診大事やなと。で、俺も30超えたしっていうので、まあみんなで連れて行って俺も行ったわけやねんな。で、まあ俺が、まあうんちにちょっと血混じってたみたいなのになって、で、だからちょっと一応再検査しといた方がいいんちゃう。まあでも G かなんかなんじゃないのってお医者さんも言ってくれたけど、一応再検査行ったポリープがありました。で、一泊二日の入院をして、ポリープが無事、お医者さんによって摘出されたっていう動画を上げたわけやん。まあそれはあの時有意義な時間やったで。摘出したポリープが、だいたいまあ検査結果出んのが1週間から10日とかに、ポリープ自体を摘出しないと、そのポリープに含まれてる成分っていうのを見られへんから、顕微鏡で見て、でその細胞にがんの成分が含まれてるのかどうなのかと精密に見てもらうっていうことが、まあ言うたら結果が出ました。はい、ラー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 とか言うてる場合じゃないねんで、実は。え、まさかやでと思って。まあ、検査結果を病院に聞きに行くっていう意味で、行きました。ほんで、お医者さんから、よかったですねってマジで言われて。そのポリープ、まず、2センチやってん。2センチってまあまあでかいらしいねん。で、茎みたいなのできてたらしいねんな。だからほんまもうこの指みたいな感じやろ。プツってニキビとかみたいな段階じゃなくて、もう指みたいな感じで、もう柱みたいなのがあるわけやねん。それぐらいの、まあ、ポリープやってんな。なんでかって言ったら俺がそれだけ放置したってことやねんな。多分な、俺な、これ思うねんけど、4年前ぐらいから俺できてたと思ってんねん。新宿で俺レディゴやってた時はね、その時バーやってんけど、その時俺飲み倒しててんな。パイナポ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 バナナってやっててんよく。そういうな、コールあってんだ。懐かしいな。久しぶりにやったわ、それ。やっててんけど、それで、血便出てん。まあ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 、そんなんだって俺初めてやし、まあ G でしょ。あ、これが G なんかみたいな感じやってん。で、その頻度が、日々を追うごとに増えてたんは気づいててんな。まあでも G かなんかかなぐらいの感じ。だって全然体調悪いわけでもないし、痛くもないわけやねんな。ちょっとなんかこう飲んだ次の日とか、トイレ行ったら、お、また今日血出てるやん。みたいなんが、何年か放置しててやん。それこそ、この間アマゾン行ったやん。アマゾン行くときに、さすがにちょっと、再検査しとこうと思って。なんか旅中になんか爆発したら嫌やん。病気とかが。だからアメリカ行く時に絶対歯医者、歯見とけよっていう話とかあるやん。保健機関から先に歯医者とかで治療してからアメリカ行けよとか、そういうのもやっぱよく言うやん、みんなな。その感覚で海外行く前に俺もだから行こうと思って再検査行ったわけやんの。で、結局ポリープが見つかって。まあ、長々話してもしゃあないから言うねんけど、そのポリープの先端部分の表面に、癌細胞がありました。え、マジやで。お医者さんに言われてん。癌の細胞が付着してました。みたいな。だからもう表面にカビ生えてたみたいな状況やん。だから、え、見つけてよかったっすね。みたいな。言われたもんな。え、早期発見でよかったですね。って。で、そのポリープ自体を、まあ、摘出したわけやねん。こういうポリープがあったとしたら、まあ、電気のワイヤーみたいなのをこうやってくぐらして、で、そのままこう熱して、取るわけねん。切るわけやねん。摘出したポリープも俺見せられたし、その手術中起きてたからさ。肉眼で見たらもうほんまこんなんやねんけど、まあその他の成分とかも便で流れるっていうのは聞いて、で、まあこれで良かったですね。もう完全に完治ですっていうのは。
稀に癌の細胞が再発する可能性もなきにしもあらずなんで、みたいな。まあでも基本的にそのポリープっていうのは悪性じゃなかったとしても放置してたらまあもちろんどんどん肥大化していくし悪性になるらしいねんな。だから基本的にポリープっていうのは見つかったらすぐまあ摘出するっていう。だからポリープ自体は結構いろんな人たちができるらしいねんな。ただ俺は放置してて最終的に悪性の部分があったって表面のほんまに先端の表面のところに癌細胞が付着してたっていう。なんかその辺俺よう分からんで詳しくないからさ、その表面自体が癌細胞になってたんかってその辺はよくわからんねんけど、どうやってそうやってわかったんですかって俺が逆に聞かれたもん。だからまだ俺が若いからこそよく早期発見できましたねとかって言われて、いやたまたま1年ほど前に人間ドックに行ったことがきっかけで、まあ一応再検査しててもいいんじゃないんですかって言われたんで気になったんで再検査に来たらポリープ内視鏡検査で見つかったんでっていう。俺行ってよかったー、それに尽きる。やばかった。でこれからやねんけど抗がん剤治療をするとか何かしらそこに対して治療するっていうことを施さなくてもいいですとは言われてね。まあ一応備えあれば憂いなしやから1年ごとに行っとこうかなとは思ってんねんな。だから来年の内視鏡検査の予約もしといたっていうことやねんけどな。だからまあ一応完全完治とは言われたから、はい、皆さんご心配をおかけして本当にすいませんでした。絶対持って大丈夫です、完全完治なみたいなんで。だから今まで通り生活してもらって大丈夫ですっていうふうには言われてんけど、いやーまさか俺がっていう。だからみんな行った方がええで、人間ドック30超えてるんやったらもう行った方がええな。しかもなんか今回の内視鏡検査で分かったポリープやねんけど、だから放置してたら悪性になるってことやねん。ってことは、まあ、定期検診が大事ってことやな。その気づかんで分からんで、あんだけ、まあ、血は出てたけどやけどやで、もう全然体調とかめちゃめちゃ良かったし普段通り動いてるっていうかみんなより動いてる分かるやろ、普通の人より動いてる分かるやん。いやだから今回ので思った、人生って無限じゃないねんなって。ちょっと俺スイッチ入ったわ、ほんまに人はいつか死ぬ可能性があるんやなって。いやだからこれで俺が悲観的になってるわけじゃないで、ちょっとむしろ俺もうスイッチ入ったわ、もう日々大事にしようって。だからもう無駄にしたらあかんなって。だって有限やからこそもう儚くて尊いっていうのがもう身に染みて分かった。いや癌細胞がついてましたって言われた瞬間もドキッてしたもん。初めて意識したよな、なんか生きてるってことが当たり前じゃないねんなって、こうやって健康ってことが当たり前じゃないねんなって。だから不健康な状態にあったからこそこの健康の大切さが分かったって、この生きてることがマジで普通じゃないから、当たり前じゃないから、だから思いっきり生きたるわ。まあもちろんな、今まで以上に健康には気ぃつけるけどな、体はちゃんといたわりながらやけど、そんななんかもうムチムチムチ、まあ多少の無理はするかもしれないけど、まあ無理前提通り無理するって感じ日本語おかしいな。健康すぎたからこそ健康のこと考えへんかったんやなと思ったわ。だから今回の病気っていうのはなんか一つのなんか俺へのサインやねんな。病気っていうのは多分教えてくれてんねん、体が悲鳴を上げてるっていうこと、体からの SOS なんやと思うわ。いやだからなんかお医者さんが言うとってん、その時に本当に日々の習慣ですって、この今日という日の習慣が5年後10年後とかの自分を作ってるから、今日食べてるもんが5年後10年後とかに出るからみたいなことをお医者さんが言っててな、ああなるほどな、そういうことなんやなって。いやでもな結構俺な気ぃつけててんけどな、まあでも暴飲暴食とかはしてるからな実際。あとはやっぱりこう死っていうのを少しでも意識したことによってなんかより今日という日が大事なんやなと、これから起きるチャンスとか俺全部掴まなあかんなと。まだまだだって俺掴めてないチャンスいっぱいあんねん、まだまだやりたいことはいっぱいあんねん、まだまだ夢いっぱいあんねん、見たい景色いっぱいある、もっと感動したいし、もっと俺は人生を通して思い出が欲しいねん。人生は死ぬまでの思い出作りって俺よう言うやん。やっぱり死ぬ瞬間振り返るってやっぱ特別な思い出やと思うねんな。それが自分の一番の財産やと思う。なんぼ金持ってたとしても死ぬ時にはもうそんな意味ないやん、紙切れやん、ただの。よりもな、こう振り返って、あんな思い出もあったな、こんな思い出もあったなって、まだまだ俺はこの人生を謳歌したいなと思ってる。にもかかわらずこんなことが起きたから、なんかハッてさせられた。俺でも思ってねえんだよ。こんだけいろんなとこ行ってて行動してて、夢もいっぱい叶えてきたよ。でもまだまだ俺は満足しないねん。この人生もっともっと幸せになりたい。明日死んだら俺はまだ後悔するよ。よう言うやん、なんか明日死んでも後悔しないように生きよう、それは意識やねんけど、ただほんまに明日死んだら俺も後悔するもん。いやーだから焦ってきた、マジでもっともっとほんまにやりたいことやろう、そんな風に思えた。いやーだからこれからもう全てのチャンスを
掴んでいかなあかんなっていうふうに俺もう心にちょっと刻んだわ。でも人生で一番若いって今日やな。一番今がフレッシュで元気あふれてるわけやねんな。だん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 やっぱりこう年齢を減るごとにちょっと体力が減ったりとかエネルギーは減るわけやん。でもやっぱ心と体って連動してるわけやからさ、若さがあるからいろんなもん見たいって、やっぱ年齢を減れば減るほど体も動きづらくなるから好奇心とかもやっぱ減っていくっていう風には言われてるやん。まあやけど、まあ、どんな年齢でもやで、今が一番フレッシュやと思うねん。まあ老いるっていうこととか老人になるっていうことは、まあ正直俺は年齢は関係ないなとは思ってるよ、実際のところな。なんか自分を諦めた瞬間に俺は年を取るんじゃないかなっていうふうには思ってるけどな。好奇心を閉ざしてしまったりとか、そういう瞬間にやっぱ老いるっていう行為に入っていくんじゃないかなって思うねんな。いや別にだから60、70でもフレッシュな人いっぱいおるし、そう、鼻毛のおばちゃんとかもそうやし、やけど今が一番エネルギーあると思うから、この今しかできひんことに時間を使っていきたいな、エネルギーを使っていきたいなって思うねんな。いやだから今日から死ぬまでに何ができるかっていう風に考えていかなあかんなって思った。病気が教えてくれたわほんま。いやだからなんか俺でもなちょっと思ってたもんな、やっぱなんか世界ってなんかもしかしたら永遠に続くんじゃないんかなって、今日っていう日々のこの瞬間っていうのは永遠に続くんじゃないんかなって、なんか病気が俺を目覚めさせてくれたわ。一日一日のこの24時間の大切さみたいなのを教えてくれたな。いやだから俺も32やけど、100まで生きるとしたらあと70回も誕生日できひんのかもなとかそう最近誕生日やったからな、あと何回友達に会えんのかなとか、いやもっともっとちょっと感動的な瞬間を更新していきたいなって、こうかけがえのない思い出を更新していきたいなと、もっとこう俺はな伝えたいこととか視聴者さんと共有したいことまだまだあるしなとか、大事だなと思った。生きてるこの時間っていうのは正直こうジョブログのメッセージってそこやからさ、やっぱこう生きてるっていうことの大切さというか痛切に感じましたね。この人生をジョーが謳歌していく日記なんで、ジョーブログは。だからある意味良かったです、因果応報じゃないけど自分の結果やったわけやから、今回の結果っていうのは自分が日々過ごしてきた習慣の結果その病気に出たんやと一つ受け止めて、まあ健康を考えるきっかけにして、体をいたわるきっかけにして、だからこそ日々を大事にするとか、まだまだ感謝を伝えきれてない人たちがいっぱいいるんで、もっともっとその人たちを大事にしようと思ったし、大事にしたい身近な人にちゃんとありがとうと伝えようということを本当になんか素直に思いましたね。宣告したその日にいっぱい考えたよ。だから大病の人たちとかっておると思うね。すっごくすっごくもっとこうな、とてつもないようなあのショックを受ける宣告をされてると思うねんな。その上でこうどう考えても答えが出ないみたいな状況もあると思うねんな。だからこそこう健康な状態によるもしくはこれを見てる君たちはもっと日々大事にしようぜっていうふうに思ったよ。まあまだまだこう一生の記憶に残るような思いで日々随時更新していきたいなという思いが強くなった一件でした。よくいろんな質問くんねんけど、これやりたいんですとか、いやむしろやりたいことがなくてとか、夢もなくてとか、いや夢あるんやけどちょっと今準備段階でみたいな、いろんな人おるわけやん。みんなもう考えて動かずして時間だけが経っていく、むしろなんかもう準備で終わる人みたいな、いやもったいないと、もう動いちゃおうぜと、そして失敗しまくろうぜと、もう失敗と共に歩もうぜと、失敗と友達になりながら歩もうぜと、何でもやっていこうぜと、なんかもう夢とかそんなもどうでもいいからと、興味あること手出しまくろうぜと、夢ってなったらなんかすごい大それたようなもんみたいになってまうけど、なんかもう夢を叶える前にもうやってみるっていうことを叶えようぜと、どん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 もう好奇心のままに何にでも興味持って、ガキの頃ってそうやってんやん、子供の時ってさ、もう何でもなんかこう口に加えては、何でももう見て感じてっていう感じで面白そうなもんとか何でもやっとったやん、なんかその感覚でもう自由度の高く生きていこうぜみたいな感じやんな。なんかな、結構ネットとか誹謗中傷とかいろいろ多いやん、これあげたらどうなん、なんかこう周りの友達とかもなんかやっぱ、だからもう自分一人でもいいからもうやりたいことやりまくろうぜ、もうネットにあげんかったらいいやんもうあの悪いことわかんで、やけどまあ節度持ってやったら別にな、堂々と生きたらいいんやと思うで。俺もなんかもっともっと堂々と生きようと思ったきっかけになったよ。いやだからなんかむしろ良かったよ、俺に気づかしてくれたなって。だからあの今日は美味しいもん食べに行くぞそうやでほんまに、もう今日はもう吹っ切れて美味しいもん食べに行く、あの完全完治ありがとうございました、おめでとう、俺完全完治したらしいから心配本当におかけしました、みんなごめんやで、でみんなもやで、俺のこと心配してる場合じゃないで、みんなもやで、心と体どっちもあの豊かに健康に生きていこうぜほんまに。
いやだからもう着替えて、ちょっと俺のもう大好きな、あーまたこの画面見ちゃった、なんかこっち見たらあかんらしいねんな、こっち見なあかんねんな、さっき意識しててんけどな、やっぱ画面見ちゃうよな、 iPhone ってこっち見ることってあんまないからさ、こっちがなんかみんなの目線やねんな、みんなと目合う時やねんな。それなんかコメント欄で教えてくれてた人らおったから、ごめんやでほんま、こっち見るわほんまに、こっちこれこれやな、これは目合ってんねんな、うん、ってわけなんで今から着替えて俺の大好きな飯屋に行って、ほんでみんなと喋って今日という一日を極上に謳歌している瞬間をみんなに見せるぜ。衣装部屋でーす。見てめっちゃ服あんねんで、こっちだけじゃないで、こっちもないで。いやだから YouTuber の人らとかってどうしてんのかなって、多分視聴者さんとかがこう送ってくれたりとかする服とかもあるわけねんな。だからなんかもう膨れ上がっていくわけねん。結局だからこっちの家の方が広いから今こっち住んでるよな。あの西成の家の方も最近あんま止まってない、住んでない、こっちになってきてる。もう実際のところここだけじゃないで、あっちもあんねんで服とか。いやだから俺もな、服好きになってきてるからさ、前も言ったけどな、そうおしゃれが好きになってきてるから、やっぱこうみんなにな、あの見てもらう職業やからこそいろんな服着てでみんなに見てもらってっていう形やねんけどさ、だから結構最近増えてんもんな。インスタとかで DM とかでもなんかもうジョー君の着てる T シャツとかみたいな、まあ今日はなんか普通に部屋着みたいなの着てるけど見るんがなんかすごいこう楽しくて、なんか日々 T シャツとか着てる服見ちゃいますみたいな人とか結構多いねんけど、だから視聴者さんからもらったやつなんか捨てるわけにもいかんしなみたいな、膨れ上がっていくよなというわけで、まあ着替えて今から俺のお気に入りの飯屋に行って、ちょっとまたまだまだな、ちょっとみんなと喋りたいなって、最近な質問とか答えたりとか俺の近況とかいろいろ報告しながらちょっとお出かけしようかなと思います。レディゴー。地元に帰ってきました。はい、我が故郷大阪市の生野区でございます。よう見ています。ありがとうございます。そう、地元でもめちゃめちゃなんか声かけられんねん。また帰ってきたで。久しぶりに急いでたからタクシー乗ってんけど、なんかタクシー酔うねんな。アフリカのぎゅうぎゅう詰めのバスとか全然酔えへんのに、なんかタクシー酔ったりすんねん。なんでなんやろ、向いてないんかな。お、なんかバスで新しくなってる。中川2丁目に着きました。はい、懐かしい。なんか街が小さく見えるな。地元帰ってきたら、はい、誕生日イベントの時にやってた格好と一緒やで。こうやってズボンとね、これ原宿のアウサムボーイっていう古着をリメイクしてる、まあ絶対被れへんだから、もう一点物、古着とかに、まあ、いろんな布とかリメイクしてる、これかわいいやろ。アナキンスカイウォーカーって書いてる。はい、こんな感じで本日行くのがこちら、敬愛館。敬愛館やんな、よう家族で来てんねん。そう、家族で来てる時はマジで俺存在消してるから、ここのおばちゃんらとか多分俺が YouTuber であるとかそういうことすらも多分分からんのちゃうかなと思うねんけど、もう明日死ぬならぐらいの感じで、もう今日というこの瞬間を命かけて楽しもう。んじゃもう食べたいっていうのはこれカムジャタンでしょうと。ここのカムジャタンがマジで一番うまい。だから正直言うと家族で来る場所やからあんまり教えたくないっていう気持ちはあんねんけど、ただやっぱ視聴者さんで俺の友達やん。友達ね、やっぱ好きなもんとか好きな食べ物とかなんかやっぱ共有したいやん。だからもう教えちゃうわ。ただ俺家族で来てる時はマジで気配消してるから、あのほんまにそっとしといてや。まあいっか、声かけてや。っていうわけで、敬愛館行ってみたいと思います。ここのカムジャタンマジでうまいね。カムジャタンっていうのは芋鍋やね。芋鍋。こう豚の背骨な。うん。もう切り込んでこのジャガイモとの、もうこれ実際実物の方が美味しそうで。はい、行ってみまーす。最高。カムジャタンください。はい。お疲れ。はい。というわけで、もうありとあらゆる友達を誘ってんけど、あとはなんか実家近いから妹とか誘ったら、妹は友達と飲みに行く、弟バイト友達他誘ったら、だいたい体調不良とかいろんな予定あって無理とかなって、唯一ずっと暇で空いてる友達です。言い方ひどない。どんなかわいいどうでからんメガネ使うねん。バンコクで買って。バンコクでタイで買って。何もしたの。めっちゃ高かったタイで。そう、日本円で600円。安いな。これかけたら電車の隣とか結構開くから、うん、便利。最悪ちょっとマジで誰もおらん寂しいなってなったら、あの誘う友達しんちゃんでございます。言い方悪ない。絶対空いてるから。みんなあの絶対空いてるから、あのほんま寂しいな思ったらしんちゃんと思って。開けたんの。こんな感じ。
乾杯しよう。し、あ、ちょっと待ってな。普段はいい。こういうのはすなよ。恥ずかしかったわ。乾杯。マジ？はい。マジ？誕生日おめでとうございます。え、マジで？ありがとう。絶対さ聞こうたよ。ローソンで。ローソンじゃあラッシュ書いてるんです。え、何何何何？開けていい？どうぞ。あ、でも YouTube 大丈夫。どういうこと？そんなもんラッシュ売ってんの？はい、すいません、お待たせしました。あ、ありがとうございます。きた、めっちゃ好き。めっちゃ好きでよく家族で来てます。え、なんで知ってんの？ほんまちょっと気持ち悪いわ。あ、言うていい。え、じゃあちょくちょく使ってんねん、この匂い。俺カムジャタンでございます。デデデン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 。すごいんだよこれ。何か想像つかないやろ、多分知らん人からし。え、ありがとう、マジでありがとう。大切にするわ、大切に消耗するわ。え、ありがとう。いや、よう分かったな。しかもな、ちょうど俺アマゾン行く時かなんかに取り上げられたとこやったね。そうで、うん、いやだからマジでベストタイミングすぎる。狙ってたかのような感じよ。はい、というわけでまあちょっと質問またインスタで募集したから読んでいくわ。まだちょっと煮立つ前に、人生を楽しむコツは何ですかって。この世界を面白がることですね。おもろいな思ってこの世界を見た方がいいよな。おもんないなと思うよりも能動的に見た方がいいよな。受動的なもんじゃないから、楽しみっていうのは降ってけへんから、あの自分からも取りに行くもんやから、こうやって飛んねんなみたいな感じで見んといてや。うわ、マジでうまそう。やばい、俺ってなんか普段何してるかわからんって質問めっちゃ多かったやん。いろんなとこ行き過ぎてるから、プライベート何してるんですかみたいな質問が多すぎて。普通って YouTube って日常動画上げるやん、うん、けど非日常しか上げてないやん。だからこういうのをちょっと上げた方がええな思って、最近上げるようになってん。誰と遊んでるかなとか、どこ旅に行ってるかなとかっていうので、一体何だか分からんけど選ばれました、たまたま。ジョーさんは将来何になりたいとかありますか？難しいのもなってんねんけどな。俺は俺のプロになりたい、うん、だけどもっと言うのは優しくなりたいな。なんか優しいより勝ることってないよな。金持ちとか有名とか腕っぷし強いとかより俺優しいやつになりたいなって思う。優しいが最強。だから俺弟とかにも言うもん、優しくなれよって。優しかったら何でもいいからなって。弟年離れてるから、またいつか紹介するわ。俺今日4年のバイトやってるんですよ。え、彼もいける？もうタイ住んでたから全然いける。どれぐらい住んでた？ちなみに20日住んでた。20日。メガネメガネメガネ。いや、そっちの方が恥ずかしいわ。しんちゃんってでもおもろいよな。なんか緊張とかせえへんよな。でも酒飲んでるしね、今。あ、こんだけ飲んだらいけるな。あ、そっちか。はじめ視聴者さん、はじめ、マジで今やもうよく会う友達やけどな。ジョーの部屋に俺の布団がある。確かに。家泊まりに行くもんな。そう、だから別にラッシュのボディスプレー何使ってるかも知ってんねん、うん、なんか仕事とか大変でちょっと打つ気みたいなのがあったらしいんや。その時になんか誇張ブログを見てなんか救われたらしくて。で、もう何年前よあれ。7年前。だってあれ何のイベントやった？ランニングマン。南米から帰ってきたよっていう。南米集団から帰ってきて、その後のイベントの二次会で喋ったんや。そうで、こういろいろおごってくれて、桜川 の、 あのアポロビルってあんねん、なんかショーパブ、そこ俺も興味あって。伝説のビルみたいな、飛びたぐらい伝説。なんか老舗で一個のなんか文化やねん、サーカスみたいな。あそこはでも圧巻やな、うん、なんかエロというか芸術の域やね、エンターテインメントの域やな。なんかバーレスクとかそういうのとは違うね、似てるけど全然違うねん。そこになんかちょくちょく行ってるっていうから、え、連れてってくださいよみたいな感じで言って、まあその時はまあ普通に連れてってもらってみたいな、興味あったし。動画とか撮影はできんけど、行ってでは楽しかったで終わってんけど、後日俺がバーニングマンっていうあの世界の記載やね、そこでサンフランシスコ行った時にその祭りに参加するために、多分動画でやったと思うんだけど、そのバーニングマンでいいホテルを2、3泊取ってくれて、たまたまその時サンフランシスコ旅行行ってて、
全然泊まりやとか言ってホテル取ってくれたからそこで仲良くなって今やこんな感じ。でも何や言うてもだって深夜も視聴者さんやし、和樹も視聴者さんやし、ねのしん、あ、しんくんも視聴者さんやし、俺の友達だから視聴者さんマジで実はめっちゃ多いけどな。だから YouTuber ってだから結構視聴者さんと友達になるような親友というか、俺が距離近づきすぎんのかな。まあでも人によるやろな。うん、はい、来ました。イエーイ、カムジャタンでございます。何肉なこれ。豚の豚な背骨やな。豚なんやと、これじゃがいも、うん、これごまの葉と、これやっぱごまの葉やんな。うん、マジでうまい。ここのがいっちゃうまい。よっしゃ、食べよう。出会った頃は可愛げがあったのにな。出会った頃は可愛げやった。もう今大人やからな。あ、確かに。どうやったんだって俺24とかじゃん。ジョーはどこが変わったとかある？24からの7、8年やからちゃんと大人になってる。そう、どういうところが？クソガキやったのに。え、マジクソガキやった。ウィーって感じやったよな。いやけど、気使ってる敬語とか使ってて俺に。あ、うん、全然俺敬語はちょくちょくは使ってた。別に敬語使えって思ってるわけじゃないけど、うん、いつの間にか全然な、うん、舐められたんちゃう多分、ね、なくても何も思わんねんけど。はい、トライ。あ、俺言うてなかったわ。俺今回のこれ初めに報告があって、その報告でやっぱ命って大事やんなっていうくだりがあって、それでこのご飯を食べるってきっかけになってんねんけど。どういうこと？俺ポリープ摘出手術しとったやん、うん、その摘出したポリープを、1週間後ぐらいに結果出てん。ガンやった。ガンの、ほんまや。そのポリープに先端の表面にガン細胞付着してた。だから命って大事やなと思って。ただそのポリープを摘出したから完全完治、早期発見。ほんまに大丈夫？うん、全然大丈夫。もうそのお医者さんもだから完全完治でした、ね、だから早期発見してよかったですね、まあ、基本だから、まあ、再発するとか云々はまあまあ人によりますしみたいな。全然知らんけど、ほんま1ヶ月2ヶ月でもう一回見に行って。普通1年とか2年とか。とりあえず今はちょんちょんと行ってから1年2年あげて行って、うんうんうん、心配は、うんうんうん、やるわ。視聴者を代表して言わして、うん、まずサクサクっと早めに行って。オッケーオッケー、行くわ行くわ。転移っていうか他になければないで、それでいいから。あ、転移とかはない、全くない。な、血液検査もしたしとか、他の検査もしたけど、まあっていうことで日々って大事やなと。なんか有限なんやなっていうのを初めて感じたから、やったらもう今日はうまいもん食いに行こうっていうので、この料理とあなたが選ばれました。でもほんま、でもあんま心配せんでもいいと思う。はい、あんま心配せんでもう顔がふざけてんの。顔はふざけてないよ。いやだからここでお色直しすな。いただきます、食べよう。だからしんちゃんも行った方がいいで、検診みたいなのは。素手で食うのこれ。そっちの方が食べやすかったから、とろっとろっ、スペアリブみたいな。いやそんな硬ないやろ、もっととろとろやん。ちょい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 、うん、うん、いやマジでうまいわ、ほんまに好き。スチ好き通り越してスチ。今新しいハイボール来たけど、うん、西成よりハイボール入ってんな。確かに言われてみればそう。はい、乾杯。もう一回持ってくる。幸せじゃん。ちょっと親父に一回電話するわ。もしもーし、何してんの？来てへん。あ、おかんも帰ってる。オッケー、おーい。おかんと親父が来ます。飯食うたらしいけど、これいいやろ、うん、意外とセンスいいやろ俺。まあまあ許すわ。あ、許すってどういうこと？許す、許してくれるの大事。一番大事、多分人間関係の中で許してくれる。許す許す。うまっ。え、うまない？うまい。日本にいながらにして海外旅行してる感じ、うん、あ、わかる、うん、俺韓国も住んでたから。何泊？2泊2泊3日。あ、2、うん、
そっかそっか、まあ住むっていう定義は人によって違うもんな。親父来たらなんかこう質問コーナーで熱い話とかなんかやったらなんか恥ずかしいから今のうちになんか答えとこう。でジョーさんは自分のことを嫌いになったりしないですか？あー、あんまないな。嫌いになりそうになったら俺はもう自分のこと許してあげる。なんか許してあげることが大事よな。優しさって人に対しての優しさもあるけど自分に対しての優しさもちゃんと持つべきやなと俺は思う。なんかみんな完璧主義やん。でも完璧になろうとしすぎたらやっぱ結構大変やで。人と比べたりとか、そんな無限におるから、なんかいろんな上には上が、才能あるやつとか、運動神経、歌、お金とか、なんか芸とかビジネスとか、いろんななんかこう、完璧ってあると思うけど、そんなんもうならんのがいいから、ありのままの自分を愛せよと思うし、もう一番許すのが難しい相手は自分なんじゃないかなと思うんで、みんな、な、自分のことを許してあげてよと思うよ。え、自分のこと嫌い？嫌いじゃないけど、うん、好きでもない。好きな方ではあると思う。好きそう。大好きかって言われたら、いや、そんな考える自分で自分のこと。ああ、だから嫌いな人ほど考えるのかもしれない。あ、そうなんかな。うん、私嫌いやわとか。結構好き放題やってるから。いや、そうやな。だからもう日々楽しいよな。こういうちょっとこう一連の日常を見せていこうかなって、大事かなって、もっとこう親近感湧くというか、そんなこともあるんやとか、普通にこんなことしてんねんやみたいな。非日常ばっかやからちょっと遠いやんそれって。それもあってもいいけど、そのなんか日常との行き来をちゃんと見せるべきやなって今日チンヤとも話してた。今日チンヤいると思ってた。あ、だからおっていいと思うねんけど、なんかちょっと違うのも欲しいな。あとチンヤ辛いの無理やん。あ、シンプルに。え、これ無理無理、これも無理。ピリでも無理やね。そうなん、うん、マジでピリでも。だからあいつと海外行ったら必然的にチャーハンとかばっかりで、俺は食べれないやつに合わせるしかないから、だから俺もチャーハンになるとかばっかになんねん。この感じの色やけどうまいやろ。うん、マジうまない。うん、味わってる。撮影してたらちょっと味わいにくいやろ。あ、ちょっと恥ずかしいやね。お色直しすな。使うな、お色直しを。まあでもみんなもあんま心配せんといてな。多分大丈夫やから、全然大丈夫やから。ただみんなも気ぃつけや。ちょっと定期検診は行きや。まあ、結局生活習慣らしいから、これでしんちゃんも有名人かもしれんな。恥ずかしいからもう言わんといて。どういうこと？俺が YouTube やってることはもう言わんといて。確か一応やってるやんな。何のチャンネルやったっけ。バイクが多いけど。あ、そうやね、バイク屋の一応社長やね。そう、社長っていう肩書きが欲しくて社長になったらしいね。あ、そんな話した俺。え、うん、そうやで。え、してたよ昔。最近いつ更新した？ 2,3 週間前。割と最近やん。ちょっと前。え、そんななんかちゃんとやってるイメージないねんけど。ないよ。ただタイ行ったやつをちょっと、あ、上げてみようかな。日記感覚でタイのも上げてみて、趣味というかなんか適当にちょっとフォルダに入れとこうかなぐらいの。あの Vlog って知ってる？うん、俺 Vlog や。ジョーブログって Vlog やん。チャンネル登録どれぐらい？今800ちょい。え？おるやん。そう。あと200？あと200で。概要欄ハンデ。みんなちょっと登録してあげて。多分めっちゃおもんないと思うねん。いや、マジでおもんないと思うけど登録だけしてあげて。面白くはないかもしれんけど。え、なんて、なんて言う？ひらがなで、うん、ローレーシン。俺の店がローレルって言うんです。あー、でなるほど。しんちゃんやからローレーシン。あのネノシンの名前パクって。中古のバイク売ってんねんな。盗難車？やったらやばいよ、もう犯罪者やん。売ってたいけど。中古のバイク売ってます。そう、兵庫県でな、川西でな。はい、よかったら登録してあげて。これで1000超えるかもな。でもタイでは毎日撮ったで、ちゃんと。普通に旅行の思い出として撮ってんやろ。俺もそうやけど YouTube 上げたいなと思って。あ、そうなん。 YouTube 用の動画を。そんなんやったんや。みんなが多分俺の友達やから、友達のことちょっと登録してあげて。チャンネル登録者どんぐらいおんの？ 4,000 人ぐらい。5,000。なんでちょっとその上から質問するの？1万はいってない。上やと思うけど、年上やもん。年は。そう、年上やから。年と身長と体重は全部勝ってるの。いや、ね、勝つとか負けるとかやめようぜ、もう。そう、年に関しては勝ってるか負けてるか分からん。どっちが上なんかっていう。いや、そうやんな、そうやんな。そう、若いのが上なんか。いや、だからその俺よりはでもその減ってるよなっていう年月を。年月は減ってる。何歳だっけ。それが勝ちなんか負けなんかないやろ、そこに勝ち負けも。なあ、身長も勝ち負けないよ、体重も勝ち負けないよ。俺と速水もこみちさんと山田優さんが39歳です、うん、おお、なんかファイ出してきたな。はい、だからほぼ速水もこみちです。ああ、なるほどな。
俺よりかは早見もこみちやかもしらん、もしかしたら年齢は、年齢はやばい、めっちゃ美味しい、どうしよう。うまいし、トロトロになってきてからの方がうまい。うん、あ、映ってんだよ、トロトロなってから。なんなんその設定、つけてたことないやん、俺の前で。ないけど、俺の動画では全部俺グラファンしてんの。ラファエルさんみたいな、ラファエルさんみたいな。へぇ、あ、あんねや、そういうの。へぇ、なんなんそのプロ意識。あ、来た。あ、映したらせえへんから。はじめまして。はじめまして。いいんですか、私も。普通にカムジェさん食いに来てた。おお、友達と。早くくれたらいいのに。全部しんちゃんっていう。僕がしんちゃん。はじめまして。もう変人やん、もう変人な。この感じ、メガネ。私一瞬アツシさんだと。ほぼアツシです。ですよね。ほぼアツシしちゃうやろ。じゃあ、アツシさんかと思ってみたら。よかったな、空いてる時って。そう、今日めっちゃ空いてた。しんやくんは帰った？しんや辛いの無理やから誘わんかった。あ、ほんとに2人で飲んでた。うん、あー、そうなんや。普通にプライベート映像を撮影してた。やばかった、もうちょっとしてた。これ酔っ払ってるところやった。誰が？あ、1人で飲んでた。1人で家で飲んでた。何飲んでた？家でハイボールやね。あ、一緒やん。一緒やん。飲んでんの川西やで。いつもだから飲み誘ったら川西から来てくれんの。逆バージョンや。逆バージョンと何の逆か分からん。これも分かってない。全然分かってない。あ、そうや、そうやな。俺らのあの、おばあちゃん、おばあちゃんが川西や。おじいちゃんが、おじいちゃんが川西やから。でもその逆バージョン。逆バージョン。確かに確かに。はい。とかは？今塾行ってる。え、マジ？何の塾？普通の塾。すごい。え、今中何？3や。遅いぐらいな、今。すごい。なんで塾行ってんの？足らんねんて。足らん？何が？学力。あ、足らんもんを補うタイプ？その今あるもんを成長させるんじゃなくて？うん。え、それだけ努力したいってこと？本人が言ったん？へえ、めっちゃいいやん。お父さんと喋りたくないの、喋り話しかけたわ。あ、そう。一番下の弟は親父とずっと喧嘩中でございます。おっちゃんあんの理由聞いた。なんで、何なんかな、お父さんの掃除してるところの手を踏んだらしい。踏んだら謝れやって言われたんだって。強めに、私じゃないのに踏んだのに謝れやって怒られたのが、そう謝らんかった。普段自分が酔っ払って暴言吐いてる時に謝らんくせに、ちょっと踏んじゃった時に謝らんかった。親父がタバコ吸いに行きました。都合悪いってなって。あ、そっか。でも子供の時ってそうよな。そう、そういうちっちゃいことだったみたい。せんな、あるよな、そういうのって。でも塾の先生に、隠し事は中学の間は守ってあげれるけど、高校行って隠し事したら取り返しがつかへんとなるから、そういうことをちゃんと言わなあかんって言われて言えた。あー、でもめっちゃよかった。よかった、よかった。そういうことがあってんやな。でもなんかこう、親父も親父でなんか俺からこんなん言うのもあれやけど、ちょっと一言でもこう、あん時はごめんやでみたいな。あったら、あったらいいよな。あったら、あったら、あったら、そんなん。うちの親父は頑固でございます。テレビ動いてんの？待って、動画撮ってんの？撮ってる撮ってる。で、でもなんかすごいいい話ができてるなと思ってる。そう、俺すら聞いたことない、ほんま、うちうちの家族の話。でも、なんやかんや集まるとき家族ちゃんと集まるから、なんか俺はそういう家族が好きやなとは思ってる。でも私、お父さん好きなんやろなと思った。そういう小さいわがままを思うってことは好きやから。ああ、なるほどな。確かに嬉しいな、なんかそれ聞けてよかった。俺もよかった。LINE しようかなと思って。あ、お誕生日おめでとうございます。ああ、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。そうやって誕生日やったんや。いや、さっきなんかくれたんや。ありがとう。たまたまな、たまたま。いや、いつもありがとうございます。ありがとう。いや、親父にもそうやし、お母にも本当に何もしてません。あなた二人がいて俺がいるんで。ありがとうございます。ありがとう。ええこと言うてるな。結構言ってんねんで。知ってるけど、目の前で聞いたら。や、聞いといて。ありがとうって。ね、誕生日になったでっていうのせよと、誕生日イコール、まあ、二人に感謝する日やから。そう、ありがとう。記念に撮っとこう。私もミーハーになろう。なんか、ポリープあったん？ポリープあって、俺最近手術してん。それは見たんやけど。その表面にちょっとだけがん細胞付着してたらしい。だからほっとったら危なかったみたいな。それは何になるんか。だからがん細胞付着してるイコールがんやん。
体調一応な、一応血便とか出てたのにもかかわらず内視鏡検査してなかったから、だから今回の結果になって、実際そのポリープが肥大化し2センチ以上あって、2センチはもう完全入院対象みたいな、1泊2日の入院して摘出してみたいな。ね、あんたの動画全部見なあかんね、途中で撮ったんだ。あ、全然全然。何年後、2年後ぐらいかな。いや、もう1年後に予約した。いや、でも1ヶ月2ヶ月に1回行こう。1回その。あれにリスターもね、苦しいな。もろえずらやろ、みんな。あんまりや。家族出演でございます。声だけな。でも声聞いた人で分かる人おるらしいよ。おるよ。嘘。ほんま、私の声聞いて。言われた。嘘。職場の人に。親父は結構見てると思う。うん。弟らも結構似てると思う。見てると思う。なんやかんやで意識してると思う。え、何それ。多分妹が一番見てないと思う。お色直し。私にちょうだいよこれ。鏡？うん、いいやん。これはあかん。これは俺のもん。いやこんな1個しかないから。1個しかないシール。でもこの間お母さんの誕生日に俺あげたから、いろいろやった。やっと化粧水、化粧水とかコバエバとか、俺あのマジでめっちゃその時ちゃん忙しかったんけど、そう来たうわーって言って昼間にで、まあ、5秒そう帰ってこれっつってでめっちゃ嬉しかった。そういうどっちかにめっちゃ嬉しかった。僕も突撃しますね。じゃあいらっしゃいませ、どうぞ。何すんの突撃し俺おらんところでこんないっぱい持ってくんねーの、なんか、はい、ありがとうございます。キャベツ太郎、キャベツ太郎、一瞬時止まったな。はい、時止まったなって思いました。知ってた、私らの方が知ってる。何歳ですか。僕と早見もこみちが39です。そう、なんかこう、うん、すごい人を出して自分と引き合いに出して自分のことをすごいと見せるタイプやから、はい、EXILE さんで言うと TAKAHIRO さんが39、一緒なんや。そうだから僕は EXILE。 反応できんの、うん、はい、まあこんな感じでございます。というわけなんで、親子水入らずでこれから飲んだり食べたりしたいと思います。じゃあありがとうみんな、じゃねー。あ、しんちゃんちょっと登録してあげて、気になる。一応見てあげて。何しんちゃん、西成劇場。今日はね、皆さんに真心を込めてこのベースボール T シャツを買ってくれた人にサインがついてきますということで、はい、何十枚も書いてるよ。それをね、どんどんと今から書いていこうかなと。引き続きね、うん、試作のチャプチェ作ったんだけど。お、チャプチェ、チャプチェ、うん、食べてみて。めっちゃうまかった。食べた。ちょっと待って、これだけ片して一回して。うん、絶対うまいやん。うん、めっちゃうまかった。そう、これがそうや、これが、うん、ガリだけな。みんな俺おったらすぐ新メニューをどんガリだけな。うん、オッケー。これがいつも通常のやつな。あ、通常のやつ。じゃあ視聴者さんが食べるラー油みたいなのをくれたから、うん、それに合わせたらどんな感じなのかな、うん、ホルモンもどんどんなんかグレードアップバージョンもしていきたいなっていうこともあって、ちょっと情報量が肩してるけど、こうちょっと可愛い文字で、いつもありがとう、いつも見てくれてありがとうっていうのをいただきます。チャプチェの、はい、まあでも引き続きね、これはちょくちょく動画で着ていくし、うん、でまあジョーブログの新グッズってことなんで、引き続き概要欄に URL 貼っとくから、だからそこからお買い求めてしてくれた人は俺どんどんサインをね抽選で当たるので、うんうん、はい、よかったら買ってほしいな。いただきます。ですよね、めっちゃうまかった、びっくりした、ほんまに。え、めっちゃ美味しいやんこのチャプチェ、うん、チャプチェうまい店って本気やもんな、うん、チャプチェでわかるよな。わかるな、うん、なんか韓国料理でチャプチェ初めて出てきたりとかして食べた時にあってなるやん、うん、あ、すいません、こんな感じでね、たまにちょっと日常見していこう。というわけなんで、みんなよかったらレディゴーとどもよろしくね、またね。何百枚書いたんちゃうの、レターパックみたいな。書いたなあ。あれちなみになんですけど、皆さん住所とか名前とか書いたらレターパックって言うの、うん、あれレターパック、あれ全部手書きのやつ、あのチンヤなんで。俺のサインもこれで当たって、うん、あれはチンヤの字なんで、はい、よかったら
皆さん大切に捨ててあげる。まあいらんわな、箱や、まあ、箱やからいらん。まあまあまあ別に取っておいてもいいしな、うん、とりあえずこの、枚数一旦発送しようか、はい、これが今日から僕の日課です。やりたいことを